NHK 河瀬直美の五輪映画おかしいです。NHK に苦情を伝えましょう。あの NHK 五輪ドキュメンタリー番組のメインテーマですが、五輪開催をめぐり賛否の声がぶつかり合った。それは何だったのか、問いの答えを探す河瀬直美を描いた。つまり五輪賛否、これがテーマなんです。中心部分がテロップになりデタラメだったと NHK の苦情電話しないではいられません。放送におつなぎします。なお、いただいたお電話はご意見、お問い合わせ内容の確認とサービス向上のため録音させていただいております。あらかじめご了承ください。ありがとうございます。NHK ふれあいセンター放送の堀江でございます。あの NHK の視聴者なんですけれども、はい、お世話になっております。はい、最近のですね、河瀬、はい、直美さんの、はい、五輪の映画に関してですね、NHK の方で、はい、放映された番組が、相当おかしいんで、はい、で、これはその、はい、こういうことではいけないということをお伝えしたくて電話をしたんですけども。あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは上司に変わった方がよろしいですか。はい、そうですね。はい、はい、かしこまりました。それでは上司に変わらせていただきます。はい、少しお待ちください。お待たせいたしました。フレーセンター放送の加藤と申します。あ、どうも。ですね、はい、河瀬さんの五輪の映画に関することで NHK の放送がですね、はい、おかしいなっていうふうに思いまして、はい、でそれで、はい、私もその視聴者ですから、私のお金がですね、はい、NHK のその不正義に対して使われているっていうことになると、はい、なんか私が加担したみたいなことになってしまうので、ですから、はい、私たちの視聴料についてですね、これでいいのかどうかっていうこと、はい、で、いけない場合に、その、どういうふうにされようと思ってるのか、それを伺いたいと思いまして、お電話をしたんですけども、はい。はい。はい、おかしいですよね。はい、おかしくないですか。はい、お客様、ここはお客様のご意見を受けたまわるところなので、はい、今回の問題について、お客様が率直に思ってらっしゃることをお伝えいただければありがたいのですけども。まあ、それはですから、はい、いくらかの、説明が NHK の方からされてますけれども、おかしいなと思ってます。はい、で、それで問題はですね、それと私たちの視聴料とのリンクなんですよね。で、こういうような不正義に対して我々のお金が使われるっていうことになると、もうそれはおかしいことなんで、ですからその部分、それに関するですね、返還ですね、視聴料の返還をお願いしたいんですね。わかりました。はい、お客様はそういうふうに、はい、わかりました。はい、ここは、そうしたお客様のお一人お一人の声を受けたまわって、はい、現場、制作現場担当にお伝えするところですので、そうですか。今、お客様からですね、はい、今回の問題に関して、はい、要するに受信料に、まあ、値しないというか、その、まあ、損害といいますか、はい、不承知であるというその部分について、そうですね、返還を求めるというご意見はですね、はい、
そのままきちっと文章にして、はい、そうですか、担当にお伝えさせていただきます。そうですか、はい、でそれで、はい、こういうような要望に関して、どういうような対応されるのかっていう、その最終的な答えを知りたいと思うんですけれども、はい、でそれは、また再度こちらの、番号の方に電話をしたらよろしいんでしょうか。はい、もちろん結構ですし、はい、この間のですね、はい、会長会見でもですね、はい、会長が、はいはい、この話して、大変遺憾なことであるということでですね、はい、発言をしておりますので、はい、それはですね、はい、でも遺憾というようなことでは済まされることではないっていうふうに思ってます。私の方はですね、はいはい、でほとんどそういうことを思ってる人が多いと思うので、そういう意味で会長さんの前回の、お話というのは足りないんだと思うんですね。でそういう意味での要望なんですけどもね。ですからそういうこと、はい、そういうことをまた伝えていただいて、でその結果どうされるのかっていうことをまたこちらの電話で、はい、伺いたいっていうふうに思いますので、その時にはまたよろしくお願いしたいと思います。はい、はい、わかりました。はい、ありがとうございました。その施設ですね、また何かこちらにあれば、またきちっと誠意を持ってお答えしたいと思います。はい、わかりました。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、どうも。はい